今回手にされたのは二連体率が29%のモーターなんですが、前肩乗った感じはどうでしたか。まあこんなもんかなとは思ってます。はい。昔の選手の場合は前肩日いつもの一でいつものように作業されているという感じなんですが、足の部分はここからこう進めてこんな足にしたいとかってイメージはあるんですかいつも。いや,いやもう一層一層ね、まあ番組が毎日違いますからね。はい。一層一層そのあの番組とかいろいろ想定してまあ一層一層 まあ自分ができる調整してまあ望むだけですけどねはい、はいはい、枠番そして相手によって一番ベストな状態にするのだとおっしゃってますが初日は内枠ですからではこれはしっかりと内側からスタートいけるようなき足の部分を強化していくんですかまあそれだけでもないですからね、はい、あの総合的にまずはしっかりと仕上げてレースまでにですねでは今年1年間の目標そして今節にかける意気込みをお願いします えなんかあのウィリーモンキーを得してですね、えー、開拓軍道に負けないように、えー、あわよくばもう一回 S.G でも、えー、行きたいと思ってます、えー、応援よろしくお願いしますはいというに号艇の柏野康二選手でした。